どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。まあ、今回はね、相当使ってみて、どれくらいいけるのか、やってみようかなと。一回死ぬまでだね。もう多分ね、火力的にも、劣るから。あとガードできないからね。でも弓は使っていこう。で、登ってきて、降りるのか。いるわ。あー、やらしい配置だねー。うわー、立ってないんだけどな。いきなりか。あ。おはようございます。行きましょう。なんでかな？なんで武器振ったかな？今。そりゃあ、ね、落ちたら死ぬわな。これ多分服着ててもダメだもんね。おお、マジで。うわー、やば。やっちゃいますか。へえ、強い。ちょっと待った。あー、強いね。これ普通の雑魚で試したいな。熱いよー。マジで。もう。ダッシュダッシュー。はあ。あ、そういうことね。お祈りしてて。あれ？でも白番だね。へぇ。ちょっと厄介そうな雰囲気はするっていうか、あるけど。はあ、なんか、だからね。全然違うボタン押すんだよな。いけるかな？やば。ちょっと待ってね。ガードできないってこんな辛いんだね。危なっ。ガーゴイルいるじゃん、しかも。次女の探検。探検か。へぇ。で、ガーゴイルがいるんだけど、いるだけか。さあ、必殺オニオンスライスやっていきましょう。命名されたからね。
強っ、強っ、強っ、強っじゃん。強いねー。相手も強いけど、これもこれで、能力上げたからっていう感じもする。いやーでもきついな。盾持ちでずっとやってきてたから。巻き込みは強い、回転が。面白い。あ、探検2本目。それ。短っ。それは無理。これで多分炎が飛んでくることはない。いや、絶対動くよ。よかったー。錆びついた銅か。レアアイテムが出るんだっけ。いやだな、取った瞬間動き出しますとか。3か。4回目までいけねえな。ね、ボスだしね。ちょっとこれは。そうだね、弓。強化弓も普通に使い切ってしまったからな。何事もなかったよね、あっち向いた。さあさあさあ、チクチクタイムで行きましょう。で、読んで、お宝あるね。どうせミミックなんだろうな。これまた来るの大変だな。よしよし。もうやっぱそう来るか。ほいほいほい。あー、連撃いいねー。そうか、ちょっと間違えたら今囲まれてたんだね。熱い熱い。ちょっとね、ちょっとお宝に近い。
ちょっとお宝に近い。動く。両方動いてるね。これも確認しよう。よし。よし。残り B。よし、オッケー。栄誉の大盾。どうせ、40力がいるんだね。よしよし、来い来い。イエーイ。あー、いいなー。使い勝手いいなー。お、錆びついた金貨。ま、こんなもんかな。でかいねー。なんだろうなー。さあ、行きますか。8。大丈夫でしょう。巨人ヨーム。あ、ちょっと待ってね。音量、調整してる。ああ、全然削れないじゃん。ほい、ほい。ちょっと待った。これ削れなさすぎじゃね？しかもなぜか奥に宝があったのも気になるし、ちょっと待って、なんか武器出てきたよ。痛い。なに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 。でもダメージ入らないかい。あれ使いってこと。そんな回あるの。はい、二刀で倒したい気持ちはあるんだけど。まあいい。でも100ちょいしか入んないから装備してみるか。だって頭が、ああ、でも100、痛い。頭落ちてくる時ないもんな。ちょっと待った。おお。痛い。ちょっと待った。なになに。はいはい。はいはいはい。はいはい。そこで落ち着いててね。ちょっと待った。使い方がわからん。あー、そういうイベント戦ですか。あー、ちょっとしんどいね。どうやったらタイミング見てか。はい。
で、貯めて、ほい。もうちょい。巨人のたたりやな、今まで。今までフルボッコしてたもんな、矢を刺して。マジか。おぶねえ。あー、なるほどね。自分の弱点だから、横に置いてたわけか、玉座の。なるほど。よう考えてるな。うい。王の巻、あー。あー、そういうことだったんだね。おう、火の灰を。いよいよ火は限り、最後の王を待っています。え、ここかがり火ないの？消えていった。王女ロスリック様をどうか、どうかお救いください。ここのステージを見るとハリーポッターの金庫もいる。ああ、僕は見えるな。いやー、でもこんな大きいの戦うと思ってなかったな。あ、なるほど。こっち、いや、こっちが先に倒してしまったパターンか、俺。ああ、じゃあ、イルシール、まあ、どっちに転んでもここ、に来る感じだったのかな？それとも、ヨウムを先に倒すべきだったのかな？まあ、いいか。いずれにしてもいいや。で、ああ、一応使える。あ、違う違う。説明説明。巨人殺しに身を持つ体験を折れた刀身は、あ、折れてんだ、あれ。今でもラシの力を宿し、巨人を地に打ち落とすという。巨人用はそれを2本持っていた1本を彼を信じに人々に与えられ、もう1本は薪の王となるその前に、1人の友に託されたという。戦技は嵐の王、構えより嵐をその毛に惑わせる。その進化は巨人を前にした時わかるだろう。まあ、巨人専用みたいな感じなのかな。そっか。じゃあ、倒したんで、戻ろう。何？あー、やっぱこれなんだ。力38。それと盾。シールドバッシュなんだ。でも力どっちみち40いるんだ。あー。ハット率は高いね。ただ重量20。あー、いいなーって思うけどなー。どっちもいいな。まあでもちょっと高いし、保留しとこっか。そしたらそうだねー。まあまあ今回ここまでにして、次回、まあ、こっち多分もうないもんね。行き止まりだったから。そうだな。どこだっけ。戻り子のところから、毒の沼は再チャレンジしてみよっか。せっかくだしね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。動画見てる方、ここまでライブ配信見てる方は、引き続き、やっていきたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。